はい、続きからでございます。あー、はいはい、アーク、サードシーズンやっていきましょう。あ、これがよ、壊れた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 、ファミコンみたいになった。しょうがない、でもファミコンみたいになっちゃった。叩かれたな。しかも俺の絵だと刺さってないのに。あ、刺さってないの。空中に浮いてる、血だけ出たな。残念だったな。じゃあ残念だったね。カメラだったんだけど。じゃあこの離れどうにかしてや。離れ？うん。離れ。離れね。どうにかしたんだけどな。こんなことないでしょ。今ちょっと止まってる工事が。完全止まってるね。工事が止まってる。こんなことないよね。工事が止まっちゃってる。ここでやめちゃうの？置けないな。作業台を置くからさ。どこね。俺ったら。なんかこの家すごい煙ってるんだけど。で結局のところこの近く。鉄を取ってすぐバッってやりたくなるはずなんだよね。わかる。まあね。そうなるとこの辺になるな。うわ、びっくりした。何なに、もえお、え、なに、あ、ドンさんやったな今。俺じゃないっす。なに、あ、俺で、あ、ないっす、びっくりした。もうなに、すぐ俺のせいにすんだ。俺そんなことしません。あれどっか行ったの、作業隊がどっか行く、すぐあれ。よし、あ、なんかここ作業台消えるな。ここ置けないかな。場所がいけないのかな。なんか置けないんだな。あ、土台とかいいんだっけ。これこれいいんじゃないですか。もういっそ、あ、なんでこんな、あ、もう32個できてるよ。お、いいじゃん。いいじゃないですか。いいね。すごい揺れる。装飾がやばい。あ、ということは横で置いて、あー、なるほどな。わかりました。掴みました。掴んだ。建築のコツ。ちょっと見せてね。掴んでねえかも。そうか。あ、こうなっちゃうか。そうか。さぞ綺麗に置いてくれるんだろうな。そりゃそうでしょ。いやもう、あんだけ人に、あんなに人に言ってたんだから、さぞ。もう、隙間なんて無いしよ。もう、隙間なんてなし。隙間なし。角度よし。隙間なし。最高のやつ。全てよしだ。最高のやつや。ペンペン。あ、隙間。いや、隙間あり。あえてのこの隙間の良さじゃない。でも角度が、あえてこの後ろは通れないぐらいの隙間ってこと。そう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 。じゃあ必要ない、必要ないんじゃん。で、どれどれ、デッドスペースじゃない。何これ。あ、うわ、あ、あ、あ、戻せんの。あ、回収できんのこれ。ちょっと、なんかしばらくの間だったらいけるんだよ。あ、いけんだ。うん、置いた人なら多分。お回収せよ。それはだって自分が、あいつできてると思って。おい、隙間だぞ、おい。隙間やろうがよ。あ、これ誰置いたの。あれだ、これ。あ、でもやっぱ、あ、これでも壁に寄せ付けることできない。できない説。できないタイプ。できないタイプだな、これ。なるほど。あ、隙間ありなんだ。隙間ありなんだわ。もともとありだな、もう。じゃあ逆に隙間、もっとありじゃない。もっとあり。もっとあり、人が通れるぐらい。うん、テーブルみたいな。このぐらいで、このぐらい。あ、もう。こん、あ、下にちょうどまっすぐの線あるから。あ、ちょっと邪魔だな。邪魔だな。わかる。なんか設置できないぞ。お、あ、あ、鉄道さんじゃないんじゃない。鉄道さんがいるからか。だって俺隙間、いや隙間だよ俺が。あ、いいいい、そこいいよ。俺が隙間。そこいいそこいい。せいや。あ、え、え、あ、だいぶ、いやでもまあ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 、逆にいいと思う。いいいいいい。うん、逆にいい、あ、これいいんじゃない。じゃあその横にぽいぽい、あえて棚置くか。あえて、あえて、こういうことだな。あ、うわ、あ、え、あ、あ、ほらみんなクエスチョンマーク見て。え、え、だって棚って一方向からしか、見て見て、ほっぺぶん殴られた。ほっぺぶん殴られた。ペーちゃん痛いよそれは。こんなもん。こんな粉にするからでしょうよ。痛いよほっぺこん棒は。次はないから。
まあなくなっちゃった。すら思いっきりいかれたな。なくなっちゃったよ。ちょっと鎌作りたいわ。ああ、リンゴと入れて。こんなんだったね。なんか皮と木材。金属物。はいはいはい。鎌。川誰か。川。川結構どっかあるんじゃないの。あ、一応あるけど。泡あったかな。川一応あるよ。はいよ。あ、じゃあこれもできた。ちょっとオッケー。ちょっと分けて。ん？鎌どこにあるんだ。ピッケルできた。あった。別のピッケル。あ、別のピッケル。川入れといたよ。ああいいですね。いいですね。あとは適当にみんなで作ってくれ。別のピッケルとりあえず参考会社作っとるね。うん。作れ作れ。あー繊維いいよ。いただきます。エルブロさん今繊維持ってくから。あ、そっか。あれこれ何が足んねんだ。いけ、ピッケル入れとくよ。うん、作れるじゃないか。あ、繊維が、繊維が溢れる。わらもそろそろあいつで回収しないとあれか。さてさて。あ、確かに。ん、なんだこの壁。うるさ、うるさ。ここエルブロさん、繊維持ってきたよ。お、ちょうだい。あー、鉄なくなっちゃったな。掘りすぎたな。いやこれ横に合わせた方がいいのかな。あ、あったあった。いや、めっちゃ掘れる金属。600あげる、600。あざす。それとも金属やべ。このなんかボコッとさせようかな、ここ二つだけ。あ、そうだ、ちょっと待って、川回収するわ。ベッド作る。おい、さてこれ金属問題もう解消だな。いや、最初はいいや。最初はちょっと小さめに、なんかうまいこと小さめに、小さめに。うん、あ、待って、川めっちゃ使うじゃん。ベッドに使っていい。いや、ベッドにめっちゃ使うんだよね。使っていいと思うよ。どうしようかな。ごめん、3個しか作れない。これで、こうで、ブーム。ブーム。金属なくなったな。エブロさん、ベッドどこ？ベッド2階だったら、どこでもいいの？ペイさんのセンスに任せる。出た。センスあるかな？塊だぜ。どのぐらいの大きさなんだい？あ、繊維めっちゃいる。繊維が欲しい。繊維いっぱい取ったわ。繊維、あいつで取れるんじゃなかった？取れねえか？あいつは取れねえんだ。なんでもねー。繊維あるよ、いっぱい。くれー。なんでもねー。じゃあとりあえず、プライズは377。うわあ、ベッドは作っといたよ。名前なんか分かりやすく変えといてほしいな。あ、もう何もやってないわ。あ、うわあ、繊維あふれるようになったな。こっちに扉つけてもいい気もしないでもないな。そうするとここが、まあ、うんこでも解体、解体、ここ解体、そこ解体、ここ解体して、あ、これだ、これだな。これつけて、あ、木材もないよ。どんぐらいの長さ？こうして、あ、鎌持ってるじゃん。言ってたっけ。えっと、こわっ。あ、スナップポイントがありますよ。なるほどね。金も、あ、石、あ、木集めないと。材がいい。木集めないといけません。あれ、木がよく取れるのはどっち？斧？斧。ピッケルのも作っちゃった。あ、俺もピッケルだわ。あと先考えず。おんの。ちょっとあれだな、恐竜一発仕留めてえな。あのでかいのやってよ。
川がねえよ。ああもうあれがねえんだ。鉄あ鉄早いな。川がいやこっち入れたこっち入れた。あそうかそうか。鉄は川がねえ川が。川がねえ。川ちょっと。川がねえと。欲しいですね。そうですか。じゃあちょっと恐竜やるしかねえな。恐竜今やってるわ。木もいるしなぁ。恐竜どれやる？じゃあそうだね、エルプロさんについてった方がいいな。恐竜やろうよ、恐竜。あ、恐竜やる？うん、皮が欲しい。普通の槍しかないけど。あ、いや、いいと思いますよ。エルプロさんの力があれば。あ、鉄槍。いや、俺も今、俺も鍛え上げられてるから。お、いいじゃん。ほんと？うん。いつやんの？じゃあちょっと行こうぜ。あれちっちゃいやつ？こいつね、意外と攻撃してくんのよ。本当に意外と強かったよな。うん、アンキロ。でももう案外鉄のピッケルの方が強かったりしないのかな。いくぞ。いや、やめよう、もったいないから。うん、うわあ。あれなんか俺の靴が破れた。はい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 、アイスがいい。あっという間にいなくなったな。あれ皮取った？皮俺3枚。あ、2枚。あれ、うん、でも皮の靴作っちゃった今もう。え、しょうがない、しょうがないか。しょうがないか。しょうがないか。脱げちゃうな。とりあえず俺その前に恐竜やってたから。うん、なるほど。このだけは作れそうです。木材を。恐竜いねえな。あ、トリケラ、トリケラ君いるよ。やってやるか。皮入れといた。50じゃない、47枚。はい、あ、いいですよ。はい、いけますか。いきます。どれ、あっすい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 、あっやりこぼれた。あっすい、あっすい、ちょっとでも作って。あ、植えてる、私植えてる、植えてる。はい、揺れ、おい、おっす。あ、殴ってる、殴ってる。あ、なー、誰、そー、どっち、誰。あー、トリケラ君強っ。え、どこにいんの。あ、そうか、一瞬で乳首出た。リンクするんだ。一瞬で乳首出た。あ、そうか、繋がるんだっけ。あ、強い、繋がってる。素晴らしい。 SNS で繋がってる、繋がってる。すぐリプやられた、やられた。来てくれ、来てくれ、助けて、助けてって来る。もうエルプロさん勝ったとすぐうんこしよう。行った。あ、殴ったことも気づいてない。俺のうんこで静まってくれ、ここは。あ、いいですね、友情の証だ。なかったことも。あ、いいね。俺鉄の、あ、じゃあドンさん、これドンさん。どうしたの？やばい、脱水想像だ。脱水脱水表情を落として喋るんじゃないですか。アホの子がいた。もう喋るんだ。助けて。タイジに巻き戻ってたね。ありがてえ、この鉄の斧。危ないとこだった。それでちょっと木いっぱい取っといて。分かった、任せろ。この辺の木を俺が刈り尽くしてる。あ、俺いたわ、かわいそうに。どうした？どうした？高台から落ちてんのが遠くから見えた。マジか。悲しい。なんか落ちてたか。なんか落ちてんの見えた。高台から？体弱いんだから無理だよ。無理よ、あなたには。スピードがありすぎた。なんでや。5点、5点着地してもらわないと無理だよ。あの高さは。5点着地できんかったわ。できんかった。2点で着地した。ああ。ああ。これ本当に多く取れてるか？鉄がねえな、鉄が。ちょっと立たないと湧かないかもね。湧かねえんだな。ちょっと皮作りてえ、これ。いいかな。いや、でもちょっとぐらい裸でいいだろ。完璧、完璧。繊維入れとく。あ、湧いとる。エルプロさん、まだ作ってんだっけ。湧いた、湧いた。ん？あ、作ってるわ。この棚の中に藁と木材と繊維入れとく。
いいね、1個の、1個の石から80個ぐらい構成。おぉ、すげえな、それ。そんなにいけんの？すごい。石とかも入れとこうかな。いや、すげえ、エロブラさんすごいね。一瞬で全部持ってくんだね。もう湧いてるわ。うん。すごいね。持ってっちゃった。よくない。線。線ですわ。ん？木？うん。すげえな。150ぐらい今、気づく。お。じゃあ、俺、繊維にしようかな。よろしくいい感じ。もう鉄はねえか。1、2、3、5、6か。いいですね。よしよしよし。もう湧いてねえかな。よっしゃ。そしたらついに余裕で耐えるようになっちまった。こん中に入れて。あ、ブツブツ言ってるのはね、ペイさんかもしんないな。え、俺ブツブツ言ってる？あ、ブツブツっていうか多分あのザッってやつだと思う。え、まだザッと言ってる？ザッと言ってるね。言ってんじゃない？言ってんのかい？言ってますね。何を変えればいいかい？わからない。パソコン変えた方がいいね。パソコン？パソコン変える？パソコン変えて、古いやつは俺の家に送ってくれ。出た。出ましたね。送っててくれ。このパソコンいくらすると思ってる？あべ。これってでも、はしご。はしご追加できねえのか、これ。いや、なはずはない。俺はいける。そんなはずはない。俺はいけるはずだ。楽をしたい。俺はいける。よし、よし、強い。あ、もう来るんじゃん。あ、うんこ出ちゃった。よし、そしたらなんだっけ。木、木まだいる。ああ、あるね。大丈夫だね。1400木取ってきたよ。すげえ、いいね。ちょっとじゃあここ、ここだけ作らして。エロブラさんまだ木ある？俺はあ、もうほとんどない。88本。じゃあちょっと渡すわ。あそこの棚の中入れてあげな。うん、棚の中に。あ、これか。1階に棚作った。へえ。ダメか。じゃあ半分700入れといた。おお、すげえ。悔しい。おお、邪魔邪魔。そしてそしてそして壁を繊維。いつの間にか2500取ってた。2500。すげえ取ってんじゃん。2000入れとくわ。さすが、何それ。あいつこな、すごい。パーマやばいわ。腐った肉使って麻酔薬でも作っとこうかな。ああ、いいじゃない。働くね。ああ、そうなんだ。今日は目覚めた。やっと目覚めてくれた。やっと目覚めた。とか。4、5年かかった。よし。問題はここからだな。だったのかと。後ほどにしよう。見えた、見えた、見えた、見えたぞ。見えた、見えた。あれ、すりこぎって今日持ってこなかったんだ。あ、もうねえのか。これだな。これと、これだな。うん、いてで、これが、こうくるだろ。このでかいので、やれませんか。いやー、鉄の、無理よそれ。無理。HP どれぐらいあるんすか、この子は。あ、だからこれ怖いんじゃない。いや、いいんだよ、こうだな。で、ここに向けていけばいいんだから。あ、斜めの、あ、これか。これをやるとこうよね。これでこれをすると、ああ、
もう鉄はねえんだ。あ、あ、鉄。オッケーオッケー。したらこれがあと123123123。なんだこれ。とりあえず123一旦123。鉄がもうない。あー、かわすよ。鉄はさっき生成しといたけど、 あ、また上に、うん、あ、メガラニア。また本を見つけました。本、うん、メガラニアの長者書。メガラニアの長者書、長者書。あーんちです。くらいーし。めっちゃ暗い。あ、妨げられ、妨げられーの。妨げられーの。妨げられーの、どうすればいいのこれ。ダメ。あー、いい明るさ。妨げられーの。これ妨げられーの、どうすればいいんだ。何が妨げられーの。右の壁、あ、傾斜付きに木の壁右を設置できない。妨げられています。これあれか、先になんかこれやっちゃダメってことか。全然先に屋根が邪魔なのか。屋根が邪魔か。先に先に屋根が邪魔か。三角作ってから屋根なんじゃね。なるほど。あ、これ高すぎ、高すぎ、これ高すぎだわ。あ、解体しかできるか。ああ、来た。先に三角壁から、うん、こうか。右かなんか押しな。あ、くら。くら。レベル上げたから。あー、おー、できるね。できるでしょ君。そうなのよ。あー、キーなくなってもうた。次にもうないの。もうないです。ここの、ここのもらっていいなら。ここもなくない。やっちゃ、もうねっす。あ、もうないです。いや、うるさいなショート。わかる。どうにかしたい。どうにかしたいな。鉄の槍でどうする。鉄の槍でつつく、つついて逃げる。つついて逃げる、一旦。じゃあ俺ちょっと一旦服作り直すから。でも家が、そうなの、家のやられる可能性があるんだよな。そこでやっちゃうのやばいよね。やばい。いけるっしょ。うん、うらっ。お、くそ。ここからは、いやー、鉄持ってきたぞー。いけなそうな気がするな。どうだろう、どうだろうね。あ、それいいですよ。それがあれば作業しやすいです。うん、松明持ちながら作業できねえからな。くら、結果暗いな。結果暗いな。まあでもないよりマシよ。あ、ちょ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 、なんかトリケラ君が、あ、なんか、お、なんかトリケラ君ちょっと戦ってない、なんかやって、いった。あ、なんだ、あ、ちょっと、なんか、待って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 、外飛び出た。え、俺背中乗っちゃったんだけど。あ、うん、危な。オッケーオッケー。ドンさんが、やばい。ドンさん背中乗って、背中乗っちゃったんだけど。何、ドンさん背中乗ってる、すごい。背中乗っちゃった。あ、う、嘘。すごいすごいすごい。やったぜ。このまま、そのまま首んとこ何回か叩いてさ。え、ここで暴れたらやばいぞ。え、どうしようこれ。うん、壁作っても外出せるかな。いやー、おいっせ。
あ、なんだ。あ、くら。この家暗いな。この家暗いな。明かりを中にやりたいね。うん。この家暗いぞ。壁掛けのなんちゃらがあったでしょ。本当はね、あ、壁掛け行きたいんだけど、鉄いるんじゃなかったっけ。鉄か。あー、確かなんか壁掛けのやつ、確かに特殊な何かが必要だった気もする。確かね、鉄だったと思うんだよね。鉄なのか違ったかな。鉄なのか、あれなんて名前、壁掛けなんて名前。あ、壁掛け松崎。壁掛け松崎、壁掛け松崎。あ、か、うん、セメントって書いてあるよ。あー、ダメだね、セメント。セメントだ。壁掛け松崎。セメント。とりあえずはかがり火真ん中ぶつかしておけばいいんじゃない。うん、そうだね、それが良さそう。今はそうしよう。あれ俺2階にいたか。え、2階にいるよ。あ、これでいいんじゃない。ああ、まあ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 、いいでしょう。とりあえずね、とりあえず、とりあえずのやつで。武器、近接武器。あ、かわいい。じゃあぶち込んで。ナルコ誰か長槍作っちゃう。ナルコあるよ。ナルコこの横のすり攻撃入れといて。あ、腐った肉と長槍作りました。腐った肉と、いつでもいけますよ。いつでもやったらますよ。全員分作ってくれ。これももう作っちゃっていいのかい。あ、じゃあもうあれだな、あと2、3分で皮入れとくよ。鉄刀さんは弓で戦うとして。ああ、ああ、弓持ってねえけど。あ、じゃあ弓俺の渡すから。尻尾、尻尾食らったらテレブロさんと、あと誰。オリマ、てか防具、防具作んねえとダメだな。オリ245。あ、じゃあペイさんもだ。結構あるね。あ、じゃあこれで2本。うん、よし、作っといた。ありがとう。じゃあ1個もらうよ。さあ、でもペラペラなんだよな。わかる。200しかねえんだよ体力。体力200ちょっとしかないな。ちなみにこの家のベッドは3つです。なるほど、まだ3つ。あとはイカダニ、イカダニ多分。ああ、なるほど。これ鉄塔さん、うん、 Thank you。 ちょっと矢少ないわ。あ、じゃあ俺矢持ってる。 Thank you。 34本。いや、ちょっと話したいね。鉄刀さんが家とは逆の方から矢を撃つ。うん、上から、うん、上から矢を撃つ。上から、うん、で、なんかこいつがおいってなってる時、もう足ザクザクして気づいたら死んでます。死んでますか。ほんとか。ちなみにこいつ体力いくつあるんでしょう。これは今ちょっとじゃあコメント待とう。コメント待とう。まあまあ、体力いくつあるんでしょうね。あって1200とかじゃない。なるほど。じゃあとりあえず俺上でスタンバイするぞ。あ、そうね。うんうん、そうだね。家には近づかせないように。教授さんは何係。俺はもう近接よ。近接、もう4人近接だ。ぶっ刺しまくるってやつね。ん、鉄塔さんが上に配置完了かな。まだ、まぁ、あ、ちょっと待って。まだトリケラ戦わない設定にできるんだっけこれ。待機にしとけばいいんじゃない。そうだね。あー、そうだね、それ大事。てか家の中に待機させる。いや、入れねえか。結構遠くまで持って、もう。あ、もう持ってっちゃうか。あ、そうだな、そうしよう。体も怖えけどな。コメント的には3000、2000、10万。1000以上。10万やば。大抵8000。10万やばいね。大抵8000。8000でもきついぞ。2000が最低ライン。2000が最低ライン。2000か。俺たちの長いライン今いくつだっけ。ちょっと待って。
そこにあの石のやついるからこいつ試す。試す？いった？こいつ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 。一発じゃあ標準さんから。ちょっといやだから。うん。65。もうこれで。あじゃあ俺。俺99。99。あ。平さんが20回やれば。でしょ。あエルボルさん119。あもういけるな。いけるな。いけるな。いけるいける。えだけど20。でも今ので。相手の尻尾パンチがいくら食らうかによるんだけど。いや耐えるでしょ。俺今ので50食らって維持したけど、ね、大丈夫。俺も今のやつで結構半分持ってかれてるけど。それあーちょっと修理してくるわ。ああ1個壊れた。わかる。壊れた。わかるわ。大丈夫かい。ちょっと藁ない？藁。俺もちょっと弓あの死にそうになったら弓になるかもしれないから。これ弓。大丈夫かい。最初とりあえず弓で引き打ちして。なるほどね。わかるわかる。引き打ち引き打ち。あ、だから鉄刀さんの、で俺弓渡しちゃったから。うん、俺ちょっと藁がない。藁、あ、藁あのあれ持ってんじゃないの？あれが。行く行くが。あ、行く行くどこ？あ、行った。鉄刀。うちの弓あれついてる後ろ。あれだな、ちょっとお肉。食べたいな。みんな不安になって。長期戦になる可能性もちょっと。すげえな、行く行く何も持ってねえわ、こいつ。味方に。あれ、ないの？こいつ洋服ぐらいしか持ってねえわ。あ、じゃあ、それで取ってくれじゃん。あーん一発。ちょっと、よし、レッツゴー。わら、わら、わら誰か。あ、今。わら、この中に入ってるよ。え273。え、どこ？あー。取ってし、オッケー。273。俺も117持ってるけど。ちょっと、石のやつくるわ。よいしょっと。ビリ、ビリもろとこ。あ、やべ、なんか取った。これ何？よせな。粉末エレメント。ロジェンさんが取ったやつか。お、1年100本作れる。あ、いいじゃないですか。引き打ち指定の指定の？じゃ、みんな上から？みんな上から？あ、でもそうするとまあ弓は上からよね、やっぱ。まあ上から撃った方がいいのかな。そしたらじゃあ俺も作った方がいいんか。全然作れねえわ、預けちゃったから。うん、木材繊維か。あ、じゃあドンさんに渡そうか。いや、いいよ。大丈夫、俺近接で行く。まあ俺も近接で全然。すごい、こんがり大トロできた。こんがり大トロ？こんがり大トロ。ゲッホン。ゲッホン。こんがり大トロ、うお、大トロ。こんがり大トロできたぞ。マジか、ほんとだ。いいじゃん。割と大トロだって。じゃあ、その弓矢、あ、石の矢いる？え、53本。あ、じゃあ、まあ、足りるだろ。53あれや、打ち込んだれ、打ち込んだれ。今97ある。いいね。よし、もう全然いけるぞ。これね、いける、もう。いけるね、いける未来が見えるね。一回ちょっとプテラ打っていい？あ、82食らうわ、弓。あ、いや、強い強い強い。これは相当…標準さんも上からじゃあ打つ？あ、俺下から…これ、イカだ。打って途中から。なるほどね。イカだ？ちょっと待って、これ、イクイク…イクイクもうちょっと高台に持ってくわ。大丈夫、でもその高台から俺撃つよ。大丈夫だろ。大丈夫でしょ。そうだね。よし、君は一旦こっちに避難するんだ。ここは安全だよ、きっと。よし、よし、いけんのか。ドキドキしてきた。いけんのかな。イカダはここに置いといていい？まあ最悪しょうがないね。まあないか。まあ鉄道さんが新しいの作ってるから。うん、ああそうだね。いいだろ、最悪グッバイしてんの。でもどの辺から撃とうかな。まあこの辺か。じゃあ上がオッケーになったら言って。うん、オッケーですよ。いつでも。じゃあもう始めちゃっ、こえぇ、ー、やるぞ。こ、あの左上にいるね、あれね。やるぞ。やるよ。鉄道さんどっから撃つんだ。あ、頭に刺さってるけど。あれ、あ、そっちか。痛い。あ、始まってる始まってる。あれ、そっち行ってる。イカダが、イカダすごいダメージ受けてるよ。
味方がすごいダメージ受けてる。大丈夫？やったれ。あ、家が攻撃範囲が広すぎる。いや、攻撃範囲攻撃範囲やばやば、もう早くやれやれ。強っ。させさせ。あ、もう血だらけ血だらけ血だらけ。いける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 。よし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 。なんだい。はい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 。大したことねーけど。大したことねーな。大したことねーけど、イカダとかすげーダメージ入ってたけど大丈夫かしら。トロフィー入ってるよ。おっ、おいいじゃない。だぜ。ほら、頭が頭吹き飛んだな。もうなくなってる。あ、結構よ。俺が降りてきた時にはもうもう影も形もなくなってたけど。うん、全然だった。なんですか、頭壊れた。あ、でもまあ良かったね。いや、よかったよかった。よし、これで静かになった。大したことないよ。うん、ちょっと家なら行けるわ。家修理しようぜ。木このこのこれ何これ。このそれね、俺が柵作ろうと思ってちょっとだけ作ってやめたの。ああ、なるほどね。オッケーオッケー。これ名残だから。素晴らしい。いや、よかったね。どうしようかな。見せてあげよう。家も、あー、修理必要な材料が今修理してる。あ、ちょっと行く行く。家はでもそんな、うん、痛めはそんなだね。なんか黒くなってない。うん、なんか黄色い数字はすごい出てたけど。うん、でも66とかだったよ。うん、いや、全然全然。ああ、大したことないね。うん、強すぎた俺らが。強すぎましたわ。あれ、どこいたっけ。あれ、うん、あれ、もうちょっと落ちたっけ。あ、違う、もうちょっと落ちた。うん、33。うえ、もう振り入れとこ。いた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 。うん、こんだけ持ってやばい。喉が渇いてる。ブクいいよいいよ。よいしょー。あー、これで安全でしょう。安全は保たれた。どういった。あー、キッチンケラシとか。ケラチンなんかいろんなやつとちょくちょく入ってた気がするな。うん、それと石で作れるね。あー、生肉も結構。うんち、生肉キーってどっかにありますか。いや、作業台の中にちょっと、はい、あー、じゃあキーないくつ。150ぐらいでいい。うん、ちょっととりあえず入れた。Thank you, man. 肉が179持ってんな。肉どうすっかな。肉どうしよう。なんか燃やすとこ欲しいよね。燃やすとこ欲しいね。わらわらわら。外でいいんじゃない。外でなんかどっかでやる。ああ、いいんじゃない。ここら辺。ああ、じゃあちょっと頼んだ。おい、どっかじゃ。焚き火なんかまた囲えるところにしようよ。椅子とか作ってさ。あ、やってたね。やってたでしょ。木材ないわ。何にもねえ。何もねえで何してたの今。何もねえ。わらと木材。わらわら。ちょっと、わら取ってくるわ。頼んだ。これ持ってんだっけ。いや。わらがねえ。わらないや。なんか壊れたぞ。どうして。チョロキュー。ああ、知らねえ。ユーチュー知らねえのか。とりあえず1個だけ置くか。分かった。 W 押しちゃうとダメなのか。これ9。いや、走らねえ。場所によって走んねえのかな。中によく入れて。あ、なるほどね。ここね。お、起点にしよう。なんかさ、横もうちょい、もう横にもう一個欲しいな。横に。うん、こっち、こっち側に。こっち側。183。あ、ちょっと今うんこ出ちゃったけど、うん、違う、ここじゃない。この辺この辺。
重ねるわけじゃなくてね。違う違う、うん、ちょっと離れたもんだ。遅いな、気が、うん、あいこんな感じかな。で、ここにわら2つ入れて、これとよし、スタミナ回復。はい、ね、おぉ、いけ、とりあえず2回やって。この島の火を枯れ尽くしまうよ。いいか、もう近くにないぞ。もう上に行かないとないぞ。丸ハゲよ、丸ハゲだこれ。ちょっと草がよしよし、周りの草が、いいね、いいね、いいね。あ、テトさん、あ、テトさん、いいもんあげるよ。何、レイ待ってなさい、いいものと言ったら、お、出た、文明が進んだな。文明が進んだでしょ、これで。まさかのクロスボウ。え、もう、もうクロスボウ、もういいね。わあ、お、いけー、レレレ、バドロントンやってる俺の、レレレ打ち、あー怪我した、当たっちゃった、いやー、レレレ、レレレ、頭、レレレ打ち、リモンもろたわ。あ、いいね、やっぱこういう場所があるのがやっぱ重要よ。この草借りてえけどな、うっしょ、無理なんよね、うっしょ、一緒一緒一緒。あ、帰ってきた。あ、なかなかいいじゃない。わら取ってきたよ。いいよ。お疲れ。889。なんかバランス悪いな。ちょっとバランス悪いね。この椅子の置き方結構。俺が。こいつが邪魔？こいつ。あ、帰った。拾う。こいつがこれでここまで来て、ちょっともらう。あ、まあでもいいのか、ここでこうして、ここでいいか。おお、2つ扉がある。まあまあまあ、もうなんか誰か個室みたいになってる。1人だけ、まあまあこれでいいでしょう。ん？何が足りない？なんか落ちておいて、残すぎた。あっ、なるほど、ちょっと手前だな。うん、そうなったか。好きだね、これ。いや、なんかできた？用意してくれてたから。用意してくれてたの。本当は窓にしようと思ってたんじゃないの。え、そうなの。いや、あ、来た、出てきた。まあまあまあ、みんながくつろいでる様を見れる。うん、もう今くつろいでるから。あー、熱い。うん、何今の笑い方。うん、つってた。あ、うまっ、こう外も食えるんだ。あ、本当、いいね。うまいいね。くつろいでるね。クロスボールもかなり分明進んだ感あるな。うん、もうちょい高くに欲しいな。でもな、ね、まあ屋根から行っちゃえばいいんじゃない。ああ、屋根から行っちゃう。屋根、確かにね。なかなかいいじゃないか。だから、まあ、窓ねえな。あ、窓今ね、作ってる。お、天才だ。天才だ。天才だ。なんだ、ここは何なの。天才だ。天才だ。豚小屋みたいな。天才だ。わかる。豚小屋。豚小屋。豚小屋です。豚小屋だ。天才だ。わらが敷かれてる。天才だこりゃ。天才だろう。ここは斜めじゃない。ああ、木材が足りない。ちょっと足りない。うまい。木
間の離れだ。あれ誰か口笛吹いたでしょ。あ、なんか標準、標準に近づいてるよ。熱号してるわ、ちょっと待って収めてくる。収まれ、戻してくるわ。お願いします。すごく遅いな。おお、窓できてるよ。窓できてる、うん、窓できてる。おでいいや。おな、ちょっとそうでしょ。もうちょっと重列駐車するか。これどこ解体される。解体ギャンブル。うわあ、出たいい。いやー、しゃってる。潜れちゃう。俺が取ってきたやつ。なんか尻尾どこ止めたんだ。すげえ、すげえとこ止めたな。あ、なんかあ。いいぞ。うんうんうん。え、なんでダメや。うんうん、いいじゃない。いいよいいよ。いいよ。え、あ、いいよいいよ。いい、うん、すごくいい。あ、いいじゃない。様になってるね。様になってる、様になってる。えーっっ、えーい、あっ、ズキュンズキュンってなってた。笑ってるよ。笑ってるね。余裕だもんだって。いや、矢とか聞いてないんじゃない。うん。お、もっと来い、もっと来いって。頭刺さったのに服抜けたけど。あれ、いや、ベースよく見たら、なんか帽子上側しか乗っかってないな。ほんと。うん、はぁ、つってるよ。はぁ、つってる。はぁ、つってる。多分聞いてない、聞いてない。多分あんま聞いてないと思う。もう、消えてた。ベッド取れたよ。いいね、これか。いい窓ができました。アクションできるんだったな、このゲーム。そうよ、T なんか、エモートがあるよね。あ、いいじゃない。いいね、謎の離れ、謎の離れができたよ。なんだこの、この手柄の天井何？なんだこのクソダセー藁の天井は。え、誰が置いたの？何これ、このダセーのは。わかるな、置いたやつが。誰？Aさんじゃない？ Aさんでしょ。おいおい、やばい、やばい、この野郎。エレプロさん、おい、おい、こよ、こんな、すいません、おい、おい、何してんだこれ野郎。こよ、おら、おい、エレプロさん、ダメだよ。おい、なんじゃそれ。おいよ、おい、勘違いもいいところだよ。ちょっと強えからってよ。おっつって、おっつってな。おい、おい、いや、この野郎。ほ、お、おい、この野郎。ちょんちょん。おい、おい、エルプロさんだ。エルプロさん起こさねえと。起こさねえと。黄色いのがねえな。ある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 。ある。これでさ、こうすればいいんだろ。白いやつを。白いやつでしょ。ああ、減ってる減ってる。ああ、いいね。ああ、全部入れた。切る前に。全部入れたわ。起きる前に早く。ああ、起きた。はい。いいね。すごい殴られてる。喉が。気づいてる。喉が。
隠れてた。あ、そうか、これもう死んでんだ。そうです。死んでたわ、これ。死んでるわ、本体。死んでた、死んでた。本体覚えるもん。懐かしいな、昔なんかやってたな、こういうので。なんかやってたよね。本物。本物どれで、本物どれでショーゲームみたいな。やってた、やってた。なんか、何体も殺して全員椅子に座らして。うん、やってた、やってた、やってた。やってたね。あれ、難問だった。あれ、難問だったよね。かなり難問だった。あ、あれ嘘、あれこれ座りながらじゃなかったっけ。いや、座りながらだった気がするけど。座りながらだった気がするけどな。いやいやいや、簡単、簡単に人やりすぎなダメよ、そんな。おかしいな。おかしくないよ。何個本物はどれだクイズ。あれ、難問だったよ。ちょっとあの、緑の柱がいっぱい立ってきてるから。あ、いいね、これ。本物はここで、ほふく前進出てきたやつでしょ。うん、出てきた、出てきた。あったわ。あった。いや、聖火ランナーが一番面白かったな。聖火ランナー面白かったね。あれ、シーズン1だよな。あれ、シーズン1でしょ。シーズン1だよね。最初の拠点のとこでだもんな。そうそうそう。シーズン1が一番いろいろあったからね。ドアができさえすれば。まあ、できるよね。ランナー、ランナー。あれ、なんか、縄文みたいなやつだよね。そうそう。そういや、すげえ作ってたよね。恐竜の門みたいなの作って、やってたんだ。いやもう最初の。しっかりしたところだよ。うん、あれさえできれば、しっかりしたところでしょう。うん、もしかしたら、もしかしたら、ね、来てくれるかもしれない。うん、東京オリンピックもそうだな、なっちゃったし、うん、まあちょっと早いけどね。そうだね。作ってたな、あれ。あれすげえ木材使いそうだけど、木材とかじゃねえかも、鉄か。なんかね、ドンさんがもう本当、いや俺や、配信終わってからも取り憑かれたよね。やったやってたよ。やってたよ。レベルが異常に上がってた気がする。上がった、上がった。あれなんか設置すんのにさ、地面に最初なんか引かなきゃいけないんだよ、細い細いやつ、細いやつ、ガイドみたいな。そう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 、やってたわ。それで囲ってみたいな、ガイドめちゃくちゃやってたよね。やってた、やってた。ちょっとそれもやんなきゃね。ああ、随分まったりしちゃったな。木でも取ってくるか。そう、取ってこようぜ、木。あ、ちょっと木欲しい。よし。テッドさんは、うん、今イカだ？いや、まだ何もやってないよ。あ、オッケー。イカだ、そのうち着手するわ。あ、難しい。ここやば。ここ。いや、静かになったな。いやー、あれ退治してよかったよ。そうだね。またこっち来られるとあれだけど。いるんだよな。まだ3体ぐらいいるんだよ。いるんですよね。奥にね。うん。いいぞ、キーあれが来ないようにしたいな。せやな。あれ、これ。わかんな。まさかあんなでかい家ができるとは思わなかったな、今回は。なんかいいベンチができてんな。いいベンチできた。できた？え、これ一人用？いや。逆なの？なんで逆なの？逆座ったな。逆座った。こっちが座れんじゃない？本当？あ、ほらほらほら。座れる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 。なるほどね。うん。え、なにベンチなんてあんの？あるのよ。え、じゃあ俺、あれ椅子じゃなかったな。俺はいいよ。俺はいいよ。うん。引いてみてもすごいいいもん。背中合わせもいけんのかな？多分いけんじゃない？さすがに？あ、さすがに無理だな。さすがに？俺がちょっとデブかな。ちょっとでかいね。幅取ってるもんだって。もういいじゃない。あ、俺サムネにできそうだな。なんか海から海から現れてきた。現れた。あ、お。動きいった。いった。頭。
頭に俺頭殴られたのに ズボン脱げちゃったんだけどズボン脱げちゃったよ嘘でしょズボン脱げた怖っめっちゃ窮屈そうじゃん ね真ん中がちょっとねあ、まあね誰かのあれ俺に刺さったてか一平さんに当たっちゃったあ、なるほどねあ、中心中心大丈夫これこれ中心に入っちゃったから脱げたねここじゃないと脱げないこれ角度によっては角度によってはねうん何にも何にもだよいや開いてないようにしか見えないし痛いな痛いわすげえなおおあ手に手に手だねてかやっぱあれなんだよな下半身がちゃんとしてないとこれそうドンさんそう手のねおまたしないってドンさんおまた出てるもんねおまたいらない痛い硬いとこああだけどそうだねドンさん硬いなこれは硬いよあ硬いやあ柔らかくなったんじゃない今のでそりゃそうよほんとやばやばれないやばれないわ前に順に単純に倒れた前に飛び出てたよ柔らかかったううーってううー前の方に倒れなかったテッドさんのインベントリーがやばいインベントリーやばいちょっと見てみ何よそのインベントリーやばいあ、見えなかった見えなかったちょっと すごいそんなことすんのすごい荷物ガチャガチャいらないやつがいっぱいあるわいらないやついっぱいある生き返った時のやつねコンパス持ってるおあえいつでもそりゃそうよいけるようにほんと心臓ドクドクいっちゃってるあ助けて、まあこんなね、海に返される棍棒で流れたらドキドキもするよねで心臓ドキドキしちゃってるあっあ帰ってきたいいねでもほぼ家完成でしょうんまあそうねうんテームはできなかったけどね一応はできたねパパパうんこれどんなのやつけどこんなもんかガッツみたいにできないのパパ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 ッつってガッツ、まあ笹に通じるか。うん。通じるさ。みんな。パパ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 今回こんなもんかなうんいや随分家だとなかなか進んだ方じゃないですかねいいですよ立派だよこっから見てもいや立派立派あなんか違うとこから出ちゃったあれあれじゃないあっちの前の例のあれあ前のところなんてもう地獄だよ地獄よ地獄よあんなとこ地獄がいるねまだいるまだいるんだまだいるのかあいつ地獄にタクシーをタクシーあの上になんかできつつあるなえ階段かあれあれはね作ろうと思ったけど無理だったっていうので諦めたなアルファなるほどあっまあアルファだあれあれほんとになんか家っぽくなった家っぽくなったねあともうちょっとこっちにもこの豚小屋にも窓つければ豚小屋には豚を入れとかないとなそうだねあいいじゃないなかなかいいですわこれこれマジでいいよなんだこれその罠は知らない俺じゃない、うん、あれはねなんか多分センスない人がセンスない人がやったんだろうな作ったんだろうな、うん、やったんだろうなとは思う でもこうすれば
壊せればいいでしょ。お互い逆方向に逃げてた。はい、よかった、よかった。使えねえじゃねえか。これ使えねえのか。おしゃ使えるよ。あ、ほんと？あ、あれ？あれ？どうやって使うのか。あ、登る、登るあった。ちょっと。ああ。登るがない。そっち登るねえんだよな。逆なのか、これ。あ、逆だ、これ。逆？マリオみたいな。やばい、マリオみたいな。叩かないとダメだ。これ逆なんだ。エリちゃん、これで一気に。うん。ん？変わった？変わった。あ、いいじゃん。しかも、それ逆。え？上いけると思ってた。それは、それは逆からだから。そっちは、それは逆からなの。そっちは逆。こっちなんだ。覚えといて。ルート的にはこっちが正解。こっちは正解。こっちからこういくのが正解。あ、そう。こっちはこうなる。こうなるんだ。あ、すごいね。こっちはいけるんだな。あ、いいじゃん。なんかこれはこれで。これで飛んでいってくれ。ああ、そういうやつだ。あるある、そういうゲーム。そう。こっちに来るやつな、ジャンプして。一応こっち行かなきゃダメじゃんってやつ。よし、じゃあ今回はこれで終わろうか。はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。またねー。またねー。バイバーイ。よいしょ。ああ、脱水症状だ。相打ち。